れ様でした。お疲れ様でした。放送直後のキャスタートークです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ここ数日またすごく暑くなりましたよ ね、 そうだね。気温が高くなってゴールデンウィーク頃にぐっと上がって一回落ち着いたと思ったけど、また数日暖かくなりましたよ ね、 ね。一昨日も鹿児島では真夏日ということで、もう30度を超えるともう夏という感じの日差しになりましたよ ね、 ね。私も先々週ぐらいに衣替えをして、もう今日はすっかり半袖を着て、なるほどなるほど、はい、でも運転してると焼けちゃうね、はい、こんがりもう焼けてしまって、うん、しっかり対策しないとなと思ったんですよ。女性はね、はい、大変だよ、そうだよ本当に、ね、昔はもっと赤くなっていたのが、はい、最近はもうすぐに黒くなってしまうようになって、もうそれこそ、ね、ちゃんと対策をしないとなと思うんですけど、うん、5月に焼けるって思っていないので気を抜いてしまうんですよね。意外と紫外線量が、ね、すごく高いっていうか、すごいね、多いと言いますよね、5月はね、はい、うん、夏よりも高いっていうのも聞きますね。5月の方が高かったりするっていうのを私は聞いたことがあります、はい、本当か嘘か分かりませんが、まあね、はい、油断しがちな時期だから ね、 そうですね、しっかり対策をしましょう。でも女性だけでなく男性もすべきですよ、はい、内田さん。そうね、一応テレビの画面に出させてもらってる身ですから、はい、うん、ちょっとこう肌とかもケアした方がいいんじゃないかとか、はい、ま、誰かに、ね、言われたことあるんですけど、全然気にしてなくていつも塗ってないんですか。あ、でもね、本当日に焼けちゃうと鼻がこう結構真っ赤になりやすいので、はい、私は、だから例えばこれからね、来週は高校総体の、はい、全国高校総体の県予選が始まりますけど、多分外で取材する時間が結構増えそうなんですね、はいはい、だからまあ日差しが強い時はパッパッパッとこう軽く塗ろうかね、はい、うん、気をつけましょう ね、 ね、シミとかもね、そのうちできてくる年がね、はい、迫ってるかもしれないので気をつけていきたいと思います、はい、でこの暖かくなると、うん、私毎回思うんですよ、暑くなる年に髪を切ろうかなっていうのを考えていて、うん、それこそ最近暑いので、この間美容院に行った時にも自覚しようか迷ってますということを一言言いました、うん、でも本当に切るのって言われると、うん、やっぱり伸ばすには時間がかかるので、ずっとこれぐらいの長さ。そうじゃないんですよ、実は。お、高校時代は、まあ、運動部だったっていうこともあって、ずっと肩についたことはなかったです、はあ、うん、よりも短くてベリーショート、佐野さんよりも短いぐらいの時がありました、はい、ずっと3年間は短かったです。相当短いよね、だって。そうですね、ですね。なんか最近ちょっと聞いたことがあるんだけど、はい、女性ってある程度の長さがあるよりも、そのいわゆるボブヘアとか、はい、ちょっと短いショートの方が結構手入れが大変だって聞いたことあるんだけど、そんなことない？でも、うん、そうですね、短い時の方が私も美容院に行く回数は多かったです、うん、ちょっと長くなるだけですごい気になるんですよ。そうそうそう、もう私月1で行ってますね。あ、私も伸ばしてからは3ヶ月に1回しか切らないとかはありますね。まあでもどう、思い切って行ってみたら。いや、思うんですよね、うん、どうですかちょっと待って、ちょっと待って、そんなあんまりね、決めてしようか迷ってるんです。日本キャスター の、 その髪型についてそんな考えたことないから、ちょっと 今考えろってことだよね。今考えてってことだよね。はい、そっか、ちょっと視聴者さんから、はい、メールか何かいただいたら。まあそうですね、確かに。ぜひ何かご意見がありましたら、私の。でもさ、はい、話聞いてると、なんか切ってみたいって思いながらも、でも切らないタイプだよね、なんとなく。もう、なんとなく心の中でも決めてるでしょ、だって。でも1年目はもっと、この辺まであった、うん、あのね、覚えてる。だったんですけど、それをこの2月ぐらいにバッサリ20センチぐらいは切ったんですけど、とそれ以上行こうかな、どうしようかなと迷っています。そうなんです、イメチェンをしたいなっていうのはすごくあってですね、やっぱり髪の毛が一番イメチェンやすい、しやすい、うん、どうなの、どういう風に見られたいという願望がありますか。イメージチェンジということは、はい、今多分こういうふうに思われてるだろうなというのが多分あるわけで、はい、でそれを変えたいということでしょ、はい、で例えば、まあ、今はいいとして、はい、こういうふうに見られるようなキャスター、うん、アナウンサーになりたいなっていうのは何かありますか。私は、うん、もう少し、なんだろうな、今こういうヘアだとちょっと上品な感じ
ったというふうに思われたりもするんですが、うん、ではなくてもっとキリッとしたイメージ、例えばニュースエブリィだったら鈴江さんなのか陣内さんなのか、うん、そういうようなイメージ、やっぱメイさんと陣内さん、中島アナウンサーと鈴江アナウンサーは違うじゃないですか、はい、っていうのは、はい、鈴江アナのような大人の女性に見られたいなというのは少しあります。ちょっと時間かかるんじゃないかね。それはまあそうなんですけどね。佐野さんは、私はそうですね、こういう女性落ち着いていながらも、うん、でも明るさがあってこう、うん、はつらつとした感じが、なるほど、画面から伝わってくるようにできたらいいなと、はい、思います。それこそ 1,2 年目の時は、はい、やっぱ佐野さんが短くて私が長いっていうので、はい、まずは 顔と名前を一致してもらわなきゃいけないので、はいはい、やっぱり切れないなと思っていたんですけど、はい、そろそろもう増えてきていただけたかなと思うので、私も短くしようかなと悩んでるんですけど、ね、今度逆にしようか、私が伸ばして、ね、伸ばしたことないの逆に。ない、もう成人式の時必死に伸ばしたけど、うん、もうそれでもこれぐらい、今の長さぐらい、ずっと短い、ずっと短いんですよ。もう長くなるといいってなってきちゃう、うんね、終わってからいろいろ話した。はい、なんかだんだんなんか見てる方どういう気持ちで今見てるかなと思ってさ。すみません。まあ一応私も言いますと、はいはい、やっぱりそのエブリィといえばやっぱり藤井キャプテンですよね、はい、藤井さんのようになんかこうどんな時にもね、はい、やっぱりトラブルがあろうが、どんな事件、事故、突発的なニュースが入ってこようが、はい、やっぱり対応できるようなそんなキャスターになれたらいいなと、そういう風に見られるように変えていきたいなとこう思ってますけどね。少なくとも私たちはもう頼っておりますので、頼れるキャプテンでございますよ。舵取りお願いします、キャプテン。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。まあ頑張ってまいりましょう。はい、はい、よろしくお願いします、はい、もしかしたら次回は私が髪を切っているかもしれません。お楽しみに。絶対切ってないと思うよ。ありがとうございました。今週もご覧いただきありがとうございました。